ハローモンストコロシアム、ここから始まる引っ張りがある。すっげー、これどうなってんの。スマホのモンストアプリを専用の 4DAR とかってシステムに連動させてるんだって。 4DAR ってのは最新の拡張現実のシステムでね、それでああいう風にモンスターとかを実体化してるらしくてさ、モンスターには人工知能とかっていうのが搭載されてるらしいよ。っていうか私こういうのあんまりわかんないんだ。うん、わかんないことはすっごくわかった。ふむ、つまりはモンスター界の扉が開いたのであるな。そうとも言える気がしないでもない。すっげーな、 4DAR めっちゃリアルじゃん。オラ様はそのようなものではなく、リアルポ。だからポじゃねえよ。対戦ボス。あ、俺のにも来てる。何これ。これを OK すればあそこでどこかのチームとモンストできるの。マジ？やるしかないでしょ。昨日とは違ってここなら安全なんだろ。それはそうだけど今は無理。なんで？モンストはああいう風に4人チームでプレイするのが有利なの。今私たちが参加しても2人じゃ勝てない。だとしてもとりあえずやってみたいんだけど。ダメ。そうなの？ダメなのよ、中途半端じゃ。ん？私決めてたんだ。もう一度モンストをやるならちゃんと4人チームを組んでランキングトップを目指したいって。それまたガチだね。私にとってモンストってね、スポーツみたいに本気で熱くなれるものだった。小学校の頃はスイミングにハマってたんだけどね。でも中学に入ってモンストに出会ってからはずっとチームでモンストしてたの。私と同じクラスの影月明と若葉みなみ、そしてリーダーの春馬。でも春馬が転校して3人になって、私たちはモンストをしなくなって集まることもなくなっていった。でもね、その気持ちが昨日変わったの。お？いつか春馬が戻ってきたら返そうと思って持ってたんだ、そのストライクリング。穂村くんに渡したのは勢いっていうか直感だった。でもモンストする穂村くんのあの熱い感じを見てね、またモンストしたいって思った。お、うん、ムフ。私熱くなれることを探してたんだって分かった。一人で泳ぐのもいいけど、やっぱみんなでモンストしたいもん。ずっと部屋にしまってたんだけどつけちゃった。うん、だからさ穂村くん、アキラとミナミ誘って4人でチーム組んでからまた来ようよ、勝ちにさ。あ、
盛り上がってるようであるが、アキラという者はレンがリングをつけていることを怒っておったよな。なんでそのリングをしてる。チームなどありえない。誰もハルマの代わりにはなれない。大丈夫、アキラも前みたいに燃えたいはず。きっと乗るよ。話してみようか。あと気になるよね、どうしてコロシアム以外の場所にモンスターが出るのか。やばかったよなあれは。あのバトルフィールドの中に人間が入るようなもんだもん。てか死ぬとこだったんじゃ。怪我一つなかったの何気にすごいと思うよ。最近増えてるらしいんだ、コロシアム以外の場所でプレイヤーが襲われること。こっち。へえ、夜もここ通れんだ。本当はダメなんだけど、近道。わあ、滑り台。あ、ここに出るんだ。呪文に挑戦するのである。